恋する女子のときめきゅんあるある。こっちかな、いやこっちかな、もう違う、僕にコメントしてる人がいる。え？ハートついてる。ごめんなさい。ごめんね。今日天気いいね。うん、天気いいね。お腹すいたな。おお、お腹すいた。まだかな。まだかな。美味しそう。ね。ちょっと写真撮ってもいい？ちょっと、あれ、こうかな。取れた取れた、うん、これってチュロスじゃない？そうだよ。すっごい好きなんだよね。あ、好きなんだ。じゃあこれは好き。綺麗系と可愛い系どっちが好き？綺麗系。綺麗系なんだ。じゃあさ、髪型だったらさ、ロングかショートかボブどれが好き？ロング。ロングなんだ、うん、下ろしてる方がいい、それともアレンジしてる方がいい、どっちがいい？うん、どっちも好きだよ。どっちも好きなんだ。ちょっといい？何？もしかして告白？私も好き。あ、やっぱり。まつげついてるよ。え？まつげ。どこ？ここ。ここ？ここ。ここ。ほら。ありがとう。うん、あのさ。うん。やっぱなんでもない。何それ。また二人で会いたいな。また二人で会いたいな。二人で会いたいな。二人で会いたいな。またね。うん。気をつけて。また二人で会いたいな。映画見に行かない？映画ってことは隣だよね。手とかつなげちゃうかもな。変身しなきゃ。ときめきゅん。はい、今回はいろんなときめきのあるあるを、撮らせてもらったんですけど、その中で自分は今年で26歳になるので、その26歳の等身大の女性が、演じるとしたらどういうふうに表現するかっていうのを考えたりとか、あとはその SNS にまつわるときめくあるあるがあったりとかして、あ、そうなんだ、今そういうことがあるんだっていう風に、なんか自分自身も発見だったりとか、うん、なんか世の中のキュンポイントっていうのをちょっと勉強させてもらいながらやってました。これはピンクゴールドの時計で女性らしいなと思うし、あとここのデザインの部分が大きめになっているので、時計の針も見やすいし、文字盤についているダイヤとかもシンプルで、女性はすごく使いやすいなと思います。女性は今結構時計をファッションの一部としても使っている方が多いですし、なんか本当に時計は時計として使っていたものが、そうやってどん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 新しく、なんか新しいアイテムとしても活用されてて、すごく親近感のある存在になっていますし、だからどんどん女性はそうやってファッションとしても楽しむ一部として使用してもらえたらいいなと思うし、そのときめく時を刻むっていうコンセプトもあるので、世の中の女性にはそのときめく時をこう一緒に刻んでもらえたらいいなと思います。
私は小学校の時に3年間同じ人にバレンタインを渡し続けた記憶があります。25歳は分からないっていうことが口癖だったように思います。分からないっていうのはその表現の仕方だったりとか自分のやってることが合ってるのかどうかとかそういうことがちょっと、なんか迷うじゃないけどそういうふうに思うことが多かった1年だったなと思います。26歳は、お芝居もそうだしいろんなことにこう身を委ねられたらいいなと思ってます。久しぶりに会う先輩や、自分の、役者仲間たちと話すことが話す内容が変わってきたなっていうのを感じると大人になったのかなっていうふうに思います。前にあの先輩の俳優さんと、共演させてもらったんですけど6年前ぐらいに一度共演させてもらっていてその時は話す内容もそんなに深くないことばっかりで何を話していいか分からなかったんですけどでも今自分もいろんな経験をさせてもらって話せる内容が変わってきてそういうふうに思った時にすごいキャッチボールできていたことが嬉しくて感激しました。こんにちは、有村架純です。今回のウィッカの新作動画は、恋に一生懸命な等身大の女性を演じていますがその女性の日常にあふれているときめく瞬間を、たくさん詰め込んだ動画になっています。彼とのデートにドキドキしたり思わずはしゃぎすぎてしまったり、きっと女性の皆さんには、共感していただけるところが、たくさんあるんじゃないかなと思っています。また男性の方々にもその女性が待ち合わせの前にこう入念に準備をしているところだったりとかあとデート中は実はすごくドキドキしていることが、あったりもするので、そういったところもこうぜひ見ていただいて、日頃女性がこういうふうにして、自分たちの前で頑張ってくれているんだなみたいなことがこう伝わる内容になっていると思います。ぜひ見ていただきたいと思います。有村架純でした。